拓殖大学第一高等学校は、東京都武蔵村山市大南4丁目にある、私立高等学校。設置者は、学校法人拓殖大学。通称は、拓一、拓大一高、TK1。国公立、大学、私立。 大学多拓殖大学への内部推薦による学部進学状況2020年3月小学部、整形学部外国語学部国際学部工学部、計23人次年度以降変更の可能性あり、効果は拓殖大学と共通に定めている。スキー部、公式野球部、サッカー部、柔道部、剣道部、陸上部、男、女バレー部、男、女バスケ部、卓球部、 体操部、相撲部、剣道部、バドミントン部、チアダンス部、男、女ソフトテニス部等数多くの部活動が関東全国レベルの実力を持っている。公式野球部は1994年の選抜高校野球に出場している。チアダンス部は全米大会への出場経験がある。陸上部に出場している。 1949年から1957年まで、新旧について教える、理療科を設置していた。その起源は1940年に拓殖大学が開いた漢方医学特別講座であり、戦争劇下で中断した講座が、付属の高等学校で復活した形となった。盲学校でなく、普通の高等学校でこのような学科が置かれていたのは、非常に、 珍しいことであったが、現在は、独立し、東洋新旧専門学校として存続している。拓殖大学予科の出身者は、拓殖大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。